皆さんこんにちは。私たちがフリーズドルティーンズです。新年明けましておめでとうございます。はい、皆さんこんにちは。ソブセイカです。ホンジャラケレイタピです。はい、こんにちは。ナナノです。はい、こんにちは。高橋香乃です。こんにちは。ナタノーです。はい、ということで始まりました、振袖ティーンズチャンネル。ということで、新年が明けたということで、新年の抱負を言っていこうと思います。どうぞどうぞ。振袖ティーンズ、新年明けましておめでとうございます。ソブセイカです。私の今年の目標は、毎日楽しく生きて、規則正しい生活をして、あとは去年カレーライスを作ったら野菜を焦がしてしまったので、今年は野菜を焦がさないように、誰よりも美味しいカレーライスを作りたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。ホンジャラケレイタピです。はい、今年の私の目標はですね、都内に引っ越すと見せかけて、都内にはまあ引っ越さないんですけど、家族ごとパパと一緒にあの駅近に引っ越します。イエーイ、引っ越します。でも今年以内に引っ越せるかわかんないんですけど、あの引っ越したいので、それを目標に行きます。はい、以上です。バイバーイ。それを目標に行きます。新年明けましておめでとうございます。なえなのです。今年はあの2つ目標があるんですけど、1個目は4キロ痩せることで、もう1個があれです YouTube 個人チャンネルやってるんですけど、それのあのチャンネル登録者数50万人を目指して頑張っていこうと思います。今年も2020年よろしくお願いします。あと1月14日誕生日なので、ぜひ祝ってください。新年明けましておめでとうございます。高橋香乃です。はい、2020年は、一人暮らしを東京で始めるっていうこともあるので、全部一人で家事をできるようになりたいと思います。例えばご飯だったり洗濯だったり食器洗いとかも全部自分一人でできるようになりたいです。お父さんお母さんにあの迷惑かけないように、全部一人でできるように頑張ります。はい、今後ともよろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。倉田ノアです。私の抱負は、高校も卒業ということで、外見や内面も磨きつつ、活動の幅を広げていきたいと思います。よろしくお願いします。ジョイフルエリー。新年の抱負を言ったんですけど、どうだった？いや、なんかカレーが一番ね。カレーはあれは仕方ない。いや、仕方なくなる。火の加減、火の加減、うん、違う、あれは絶対中火。お母さんに迷惑かけないように。
全然違われるもんね。はい、ということで振袖ティーンズではジョイフルエリさんの振袖を着ながらトレンド情報をお届けしたり、いろんなことにチャレンジしていこうと思っています。私たちにやってほしいことなどなどコメント欄に書いていただけたらなと思います。毎週金曜18時に公開となりますので、チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。今回はですね、振袖メイクということで、私は可愛い系のメイクに、私はクール系のメイクに挑戦したいと思います。しっかり映るぐらいキラキラに、クールメイクには必須なポイントだと思います。